マズルローダー。マズルローダーとは、重口、マズルから弾を装填するタイプの銃のことで、主に火縄銃や、フリントロック式、パーカッションロック式等の先込め式古式銃や、米国における、狩猟用埋葬銃を指すが、香港では、こうした銃を用いた、射撃競技についても記述する。14世紀、銃砲が、歴史に登場して以来、 その装填方式は19世紀の半ば頃までは、おおむね、先米式であったが、それ以降は、元米式となって、現在に至っている。マズルローダーは、一旦捨たれた歴史的遺物の旧式銃ではあるが、その操作方法や射撃ノウハウの人間臭さに、親しみを覚えてか、欧米及び、オセアニア地域では現在でもマズルローダー競技が、盛んであ。その競技で、 古式銃を使用するのはもちろんであるが、古式銃に限らずその競技に使用するためだけの激鉄が下部にある新式の前装銃が現在も作られており、それら競技のレプリカ部門に使用するための古式銃のレプリカも作られている。米国ではいくつかの州で領銃としてのマズルローダー銃に対する領域の優遇策、マズルローダーシーズンがられていることもあり、 狩猟用の新式マズルローダー銃の需要が現在でも一定数存在し続けている。米国では1970年より、マズルローダーや弓矢などの全近代的なを使った狩猟において、いくつかの州で特別な猟金が設定され、この期間中は一般的な狩猟銃や空気銃、拳銃などでの狩猟が禁止されている。古装式矢などの近代的な銃器が、 全く排除された環境の中で、大型銃の狩猟をまともな形で行う必要がある。ため、米国のモダンナは狩猟用弓矢と同様に威力と、同時に射程の面においても、近代的なアトソを式猟銃に決して引けを取らない、性能が与えられている。マズルローダーシーズンが設定された州での狩猟では、はじめはに相当する、マスケット銃やミニ A 銃が使用されていた、 パーカッションロック式では早合わせを用いたとしても、素早い連続発射は難しく、古式銃で一般的なサイドハンバー方式では重心に斜め方向からの衝撃が加わるため狙い点がブレやすく、たとえ弾道特性に優れたを用いたとしても、小準器を用いた遠距離の狙撃には、技術的、構造的な限界がある状況だった。マズルローダーシーズンの始まりは、 米国内での黒色火薬の需要をにわかに増大させたが、アルコールタバコ、火器及び爆発物取締局は静電気により、容易に発火事故を起こす、伝統的な黒火薬を爆発物と規定しており、において5ポンド以上の商業保管を規制。 1975年に非商業利用の場合50ポンドまでの保管を認める緩和策が取られたが、なおマズルローダー向けの黒色火薬の安定供給には課題が残る状況であった。そんな中、同年に火薬メーカーのは世界初のであるホジドンパイロデックスを発売した。黒色火薬代替品は黒色火薬に似た火薬力を持ちながらも無塩火薬に近い。 穏やかな因果性を有していたため、バトフの黒色火薬規制には該当せず、より規制の緩い無塩火薬規制の下で、貯蔵販売が行えるようになり、マズルローダーの再普及に大きく貢献した。1985年、米国人ガンスミスのトニーナイトにより創業されたは、画期的ナインラインマズルローダーシステムを開発し、ナイトライフルズ MK-85 を発売した。 インラインマズルローダーは伝統的なサイドロック構造のパーカッションロック方式を下敷きに近代的な後操縦のエッセンスを加えて発展させたものでボルトアクションなどで用いられる水平方向に移動する激鉄と激震が一体化した激径を用いる構造を採用しているインラインマズルローダーは激径を引いてコッキングすると薬室に似た大肝室が解放され内部のニップルに 重要雷管を装着した後に黒色火薬と弾頭を銃口から装填して射撃を行うことになり直列式の訳語が示す通り撃鉄と雷管、弾頭が一直線に並んだ状態で射撃が行われるため現代の五層式両銃とほとんど同じ間隔で遠距離射撃を行うことが可能となった創薬の黒色火薬は従来の粉末を使うこともできるが 円筒上のペレットに固化されたものが供給されるようになったことで、装填性や装填速度向上と同時に、ペレットの装填数を調整することで、競争での発射を容易なものとした。弾頭はの三弾銃で実績のあったを用いることで、50インチの大口径弾でも300ヤードに迫る、狙撃が可能となった。インダインマズルローダーは登場当初、 米国内の伝統主義者の間では大変な論争を巻き起こしたが、ナイトライフルズ社の製品が、マズルローリング競技の現代重部門で各種のトラディショナマズルローダーを抑えて、連勝を重ねるようになったことで、伝統主義的なハンターやシューターにも次第に受け入れられるようになっていった。インラインマズルローダーは、理論上、ライカニップルが取り付けられたねじ込み式の汚染を、 激震に正確に当たるように、薬室交端に装着することで、ボルトアクションや中折れ式などの5層式領銃を非適容易に、前層式に変換することができるため、ナイトライフルズ以外にもいくつかの銃器メーカーが、この古風な新分野に参入した。トンプソン、センターは1998年に、中折れ式単発拳銃のトンプソンコンテンダーの、ラインナップにインラインマズルローダーのトンプソン G に、 コンテンラーを加えた。米国のボルトアクション小銃のオス、レミントンアームズは1996年より、看板商品の一つであるレミントン M700 に、インラインマズルローダーのレミントン M700ML を設定し、スタームルガーも1997年から2004年に、かけてにインラインマズルローダーのスタームルガー M7750 を追加した。しかし参入メーカーが増えていく中で、 トラディショナルマズルローダーではあまり目立たなかった問題も顕在化してきた。ボルトアクションをベースとしたインラインマズルローダーはどうしても雷管室の閉鎖が不完全となりやすく、ボルトとレシーバーのわずかな隙間から、いての顔面や照準器側に雷管や装薬の発射ガスが吹き抜けてくるというスナイドル銃など初期の蝶い型小銃と類似した問題が発生したのである。 ペレット状の黒色火薬により、マグナム装填が容易となったことも、より状況を悪化させた。黒色火薬ペレットは、雷管との相性問題が大きい上に、銃側の汚染の同円光の形状との相性も悪い場合、大量の不完全燃焼の残差を発生させた。姿勢のガンスミスたちは、より強力な発火性能を求めて、重要雷管では最も大型の部類に入る。 三段重用の209型来ンを使用するためのコンバージョンキットを考案したが、来ン室の密閉性とニップルへの来ンの着脱の容易さはしばしばトレードオフの関係にあり、2006年に事業を停止したミズーリ州のオースチンハレック・ガンクラフター社が考案したベリフレーキットのようにガスの密閉性を重視しすぎると、来ンの着脱の都度専用工具が必要になるという、 事態を招き、逆に、重機メーカーが本来は、適切とは言えない、クイックリリースニップルを採用していた場合、雷管を強力にすればするほど、ボルト工法への吹き抜けも多くなる結果を招いた。高い空圧を発生させる、サボット弾と組み合わせる最も強力な射撃においては、吹き戻しのガスに混ざって破断した雷管の破片が、飛散する場合すらあり、移転の中には、 来館室周辺を布で折って、飛散防止を施す、工夫をするものすら現れたほどであった。この問題に対して、インラインマズルローダーのメーカーは、様々な対応策を考案した。本質的な命中精度の低下を招くことにはなる、ものの、来館室の閉鎖がより確実な中尾レシキへの移行は、ベターな策の一つであったが、これを嫌った。 ナイトライフルズは209型ライカンを使用する際に後方へのガスの吹き抜けを防ぐ使い捨ての樹脂製キャップを取り付ける方式を考案。は、1999年にボルトアクションライフルのをベースにしたインラインマズルローダーサベージ 10MLE を発売。インラインマズルローダーで唯一無塩化薬を使用可能で強力な発火性能を持つ3段重用の209型ライカンが使用できる。 サベージ 10MLE はインラインマズルローダーの弱点であった重心の汚れと頻繁な清掃の手間からハンターを解放したが2011年に惜しまれつつ生産を終了した。レミントンは M700ML の経験を参考に2014年にレミントン M700 アルティメットマズルローダーを発売、来ン室のニップルに直接重要来ンを取り付ける構造であった。 M700ML や他社の発想から転換し、重要雷管をあらかじめ装着した、新中製の小型薬莢を、雷管室から挿入した後にボルトを閉鎖して射撃、行うという構造と、予備薬莢は本来は断層である、フロアプレート内部に収納しておくという、ウンルイグニッションシステムと称する設計を採用。レミントン M700 ルは、もはや一般的なレミントン製五層式ライフルと、 ほとんど変わらない、使い勝手の良さを実現しており、外見上も、作ツエを外せば、他のレミントン M700 と、見分けがつかないとい、レベルに達した。火薬の側にも進化が見られ、2007年には、ウエスタンパウダー社より、ほぼ無塩火薬に近い燃焼残渣の少なさを持つ、黒色火薬代替品のブラックホーン209が、発売された。 ブラックホーン209の登場はそれまで燃焼残差の多い黒色火薬やパイロデックスなどを確実に発火させるため強力ではあるが燃焼残差や反動も大きな209来館の標準採用やコンバージョンが盛んでった風潮を変化させ燃焼残差や反動が少ないラージライフル来館やスモールライフル来館を装着した金属製プラグあるいはや 25ACP 弾の薬莢を直接装填できる汚染を持つコンバートキットが登場することにつながった。その他の中小のメーカーでは、コネティカット州に本拠を置く、コネティカットバレーアームズとトラディションズファイヤーアームズの2社が、1970年代のマズルローダーシーズンの勃興とともにトラディショナルマズルローダーの復刻を開始し、2017年現在は、 中折れ式オープンハンマーのインラインマズルローダーを市場に提供していが、クバ社は上重要な位置を占めていた重機産業の伝統を直接受け継いでいると認識されており、トラディションズ社は歴史と重機の構造を直接学ぶために必要であるという思想のもと、トラディショナルマズルローダーの完成品とともに DIY キットを市場に提供していることでも知られている。しかし、 これら中小メーカーの比較的安価なインライン、マズルローダーは、1990年代今つに、安全上の大きな問題を引き起こしたことも、事実である。米国内のに製造委託されたの、ニューイングランドファイヤーアームズブランドのように、品質管理に特別な菓子が認められないと、評価されているものも存在するが、クバ社やトラディションズ社はスペインなど欧州の例祭。 重機メーカーに製造を委託しており、これらのインラインマズルローダーは1990年代後半から2000年代にかけて脱底や重心破裂などの重大な製品事故や、それに伴う大規模リコールを引き起こした例が存在した。ウェブサイトガンズシューティングオンラインでマズルローダーや黒色火薬銃に関する豊富なレビューを記述しているランディ・ウェイクマンは、 モダンなマズルローダーが近代的な後操縦と比較して国際的な格付けや安全基準の範疇から外れている可能性を指摘している。黒色火薬の品質基準はが定めており、米国内の重機メーカーは厳正な品質管理を消費者に確約するためにに加入しているが、米国外の一部の製造者はこうした品質証明機関の認証を受けていない場合がある。CIP は 欧州のメーカーが欧州連合圏内に販売する銃に関しては厳格なお義務づけているが OEM の形で EU 圏外に輸出されるものは対象外である。加えて米国自体も近年になって復興してきた黒色火薬銃に対してはそれを専門に統治する連邦政府機関が存在しておらず、ヤバトフではそもそも黒色火薬銃が武器とは規定されていない。ウェイクマンは こうした現状の中で、マズルローダーの特性上、金属薬莢へのハンドロードと比較してあまりにも簡単に実行できてしまう、火薬メーカーの規定を無視した無理な仮想点は、伊手にとって極めて大きなリスクを背負い込むことになりかねないと警鐘を鳴らしている。ウェイクマンはまた、インラインマズルローダーを愛用する、伊手の最低限有するべき知識についてもことしており、インラインマズルローダーは、 優れた工夫の産物ではあるが、皮肉にも近代重機が125年以上かけて蓄積してきた結論である最良の重機は無塩火薬を用いる誤送式であるという命題覆せるものではないこと。インラインマズルローダーはメーカーによってはすら十分でないものがあり、良式あるメーカーが十分な耐久証明試験をクリアした銃であっても本質的に矢を組み込むことが困難なため、 弾頭を二重装填したり、黒色火薬が指定された銃に無煙火薬を装填したり、果ては作ツエを差し込んだまま発射するといったヒューマンエラーを超えた無謀な試みに対してフェールセーフではないこと。サベージ銃 MLE に見られるように消費者側のマズルローダーに対する過度な期待と、それに基づく無謀な国士は結局は良識ある製品を終焉に追い込んでしまう結果を、 招きかねないとも指摘している。しかしながら、他国では、日本の村田銃をはじめ、黒色火薬を用いる銃器はほとんど骨董品になっているのに対して、米国では、狩猟屋への根強い人気から、黒色火薬を用いるマズルローダーの心臓銃の銃は2017年、現在も衰えることはなく、マズルローダーシーズンを有する州を中心に根強い、需要が残り続けている。 銃規制の厳しい日本でも、日本前奏銃射撃連盟が、日本ライフル射撃協会の下部組織として存在し、1976年以来、その世界選手権大会に選手を派遣している。日本では、銃刀法の規制があるため、文化財登録されたオリジナルの古式銃しか使用することができないので、ひなわ銃と幕末に使用された一部の洋式銃しか使えない。さらに、 日本で行われる競技は、千葉県営車場で、競技会が開催される場合に限り行われる、ベッテリー競技、競技規則場、角石式、神田式も使用できるを除き、ひなわ銃を使用するものに限られている。したがって前走銃射撃の国際大会で、日本選手の出場はほとんど、ひなわ銃種目に限られている。しかしながら、江戸時代の匠の号は素晴らしく、 その匠の手になる、瞬発式メカを備えた銃を携えた日本選手は、ひなわ銃競技に限れば毎回メダルを獲得するほどで、ある。また、ひなわ銃競技に出場する欧米の選手の多くは、日本製、または日本型レプリカのひなわ銃を使用している。古式銃の使用については空法による祭礼等の行事が一般に知られているが、実弾については、 警察庁保安通報第56号昭和44年10月2日第1項、32日本ライフル射撃協会またはその地方科団体が主催して開催する射撃競技において使用する場合同521ないし4の場合に使用するための練習に使用する場合となっており日本ライフル射撃協会及びその加盟団体たる 日本戦争銃射撃連盟の会員で、社団法人、日本ライフル射撃協会の種ヶ島15級、平成19年度までに取得した場合は7級以上の認定を得た者が、文化財登録された古式銃を使用して、日本ライフル射撃協会主催の古式銃を使用する射撃協議会に出場することができ、それらの協議会に参加するための目的で、 射撃練習をすることができる。従って以下の要件をクリアしたものとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。